平成29年9月21日から、子どもと高齢者の交通事故防止などを重点に、秋の全国交通安全運動が始まりましたが、阿蘇市では交通安全運動出発式が行われ、事故防止を誓いました。阿蘇市の交通安全運動出発式は、市役所駐車場で、警察や交通安全関係者、それに市民らおよそ180人が参加して行われ、まず交通安全功労者や有料運転者15人への表彰状の伝達が行われました。そして宮川清樹副市長が、阿蘇ではこれから観光シーズンを迎え、観光客が多くなります。地域や職場で交通安全に対する意識の高揚に努めましょうと、佐藤市長からのメッセージを代読して交通安全を誓いました。続いて阿蘇警察署の星原茂幸署長や阿蘇地区交通安全協会の岩下哲三会長らが挨拶、さらに阿蘇中央幼稚園の園児代表が交通事故に遭わないようにしますと誓い、園児全員で折った交通安全祈願の千羽鶴を宮川副市長に手渡しました。秋の全国交通安全運動は平成29年9月21日から30日までの10日間実施され、期間中の重点目標は子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止、飲酒運転の根絶などとなっています。出発式の後、白バイを先頭にパトカーや市役所の車が阿蘇市内をパレードして、市民に交通事故防止を呼びかけました。